はい、では続きでやっていきましょう。さあ、お話を聞くところからですね。さあ、いろいろと不可解なところがある情報提供者とは誰でしょうか。情報提供してくれる人間がいる。マイクって人？マイクって言ってたっけ？マイク・タイラーという男。誰だろう。でも今までに出てきてないっていうのはあんま考えにくい気もするんだよな。アナザーのことを調べている。実はライアンいい人で、アシュレイに対してちょっと疑惑を抱いていて、ちょっと嘘の情報を流しているいい人だったパターン。で、本名はマイク。ないかな。不可解なし。ブレーキの故障でカーブを曲がりきれずに崖から落ちた。名前を忘れた前所長の人の不可解なしってことだよね。警察は事故死だと判断したが、不審が残る死に方。そうそう、ジャド・フィッツ・ジェラルド。ジェシー・バレンの創設者であるジャド・フィッツ・ジェラルドは、記憶の研究の権威で MJ 研究所の所長だった。EC プロジェクト。これが結局何なのかわからないんだよね。エリザベス・パピーからはぐらからされちゃったんだよ、確か。優秀な学生を研究員として集めている。EC プロジェクトで記憶の制御を可能にする装置の開発に着手。研究をビジネスにする野望を目論んでいた。どういうことだな。どう使えばビジネスになる？人間の記憶を自由に制御してと思っている輩にそれを体験で売りつけるんだ。はあ、なんかそれだけきっと、ろくでもない研究員に見えるが。研究をお金で売るの？新しい研究の成果はとんでもない大きなビジネスになる。まあなあ。世のため、人のためっていう名目で研究する人もいるだろうしな。それが結果的にお金を生むんだぜ、ということかな。科学とビジネスの関係について記事を書き、その時ジャドの存在を知った。並外れた頭脳と野望に強い興味を持った。へぇ。集大成として取り組んでいた記録研究のことか。並々なるものがあったけれど、彼の立場を追い詰めるものになった。なんでだろうね。研究所追われちゃった。政府の要人を後援者にした記憶の研究所だったが、援助を打ち切られた。おお、どんどん裏でいろいろな野望が策略が巡れっていうわけだな。資材を投じて JC バレー。記憶制御装置の開発を再開。EC プロジェクトがアナザーを開発した。しかしジャドは6年前にアナザーを完成させることなくこの世を去った。ファーストアナザーと呼ばれる記憶制御装置を開発したことも知らずに、その後が、レックスか。レックス・アルフレッド。ジャドとは全く異なるタイプ。批判的な見解を述べていた。はぁ。まだ続いてんの？ロビンズが、パパがやってきて。新しいアナザー。パパはそれに協力させられているのか？じゃあまずは援助を打ち切られたという話から。MJ 研究所の話かね。納得する成果を出すことができなかった。最高の環境と最高のスタッフを集めてプロジェクトに取り組んだが、思うように進まず。まあそういうこともあるよな。
なんて言ったって前人未到ですから。お、さよこさん。あー、離脱した?そこに何か、なんだろう、昔のことと関わりがあるのか?成果の出ないプロジェクトに MG 研究所の講演者たちは?成功の目はないと判断し、演じを打ち切った。おー、じゃあママがやっぱり、大きな鍵になってそうだな。新しいアナザーの開発とは?ライアンが言ってた記憶の研究。ライアン・グレイ。シャドウが見出した天才科学者。おーん、じゃあさっきのマイク説とは違うのか。科学者の一人。いろんな秘密が隠されている。本当に魔の巣窟だな。アナザーはパパとママが開発した研究じゃなかった?君のママが理論を作り、君のパパが一人で開発したアナザーは、ファーストアナザーと呼ばれている。あー。じゃあ、後になって開発されたのがアナザー R ってこと?ファーストアナザー。2年前に君のママが死ぬ前に書き残した論文をもとに、偽りの記憶を発生させる記憶制御装置、ファーストアナザーの開発に成功した。へえ、そういうもんだったな、アナザーって。そして、ファーストアナザーに機能を追加し、セカンドアナザーと呼ばれる、真の記憶を回復させる記憶制御装置の開発にも成功した。ええ、真の記憶を回復させる?パパはたった一人でアナザーを完成させた。そのロビンズ博士が GC バレーで働き出したということは、博士は間違いなく今 GC バレーの中で開発が進められているオリジナルアナザーに関わっているに違いない。ロビンズ博士から聞いてないね。パパはあんまり仕事に関して自分から話すタイプじゃないよね。あなたに見てほしいもの。あれかな?あれ?違うか。ネックレスというかペンダントは、あれだもんな。パパに渡してるもんな。見てほしいもの?なんでしょう。俺が知りたいんですが。これとか?チェンバーではないよな。万華鏡もママに関わること。ラス?ラス見せて、ちょっと見せたいラス。いやでもこん中で言えば、これかな。これなんだけど、どうです?お、見ていただきます。ジェシーバレーのバッジじゃないか。時計塔の中に落ちてたんですよ。なんだって?お。JC バレーのスタッフが身につけているもの。これが落ちていたということは、やっぱ怪しいよね。これを調べる過程でやられないように気をつけてほしいな、グレッグさん。マイケルの失踪には JC バレーの人間が絡んでいそうだな。当然ですよね、もう。状況証拠さえ揃ってしまっている状況。疑わしいというのは、疑わしいの息を出ている。俺は預かった告白文書じゃねえ。ラブレターじゃねえかよ。告発文書を公表するために新聞社へ行く。新聞社へ行く途中の道でブレーキが壊れて崖から落ちないように気をつけろよ。俺もマイケルをきっと見つける。おー、この様子を監視カメラで覗き見していたライアンさんが、今頃、車に再興している頃じゃないだろうな。さて、出すが連絡来るが、あ、パパ、そうだ。パパじゃないみたい。あのメッセージはどうなったんだ?あ?なにこれ?急いで GC バレーまで来てくれ。時間がないんだ。とにかく急いでくれ。そうだよ。言ってることが違う。これ絶対ライアンがどっかから見てるでしょう。アシュレイのことを。多分パパは今頃もう、後ろ手に、ね、椅子に縛り付けられて、サルグツアーさせられて、遅かったですね、アシュレイって言って、ライアンが前に立ってるぞ。パパ、パパは話して、私の言うことをちゃんと聞いてくれたら、お二人とも無事に返してますよ、みたいな感じになるでしょ、これは。どうする?ジシバル行くしかないか。これもうラストダンジョンみたいなもんだよね。もうすべての謎の鍵は、ジェシーバレーにありといったところでしょう。で、左は、
塞がっている道だったので、どっちみち行けません。で、ここは GC バレーじゃないよな。あれ？ここだったっけ？ GC バレーのマーク書いてる？行ってみよう。ちょっと小切れだし、ここじゃないの？違ったっけ？どうしたの？この車、ああ！一番最初の時に、なんだったっけ？ああ、そうそうそう。見かけた時のあれですわ。なぜこんなところに？ということはライアン。ライアンさん実は、あれ？ GC バレーの入り口。なに？ GC バレーって地下にあるの？もしかして。え？わあ、記憶の扉。ここで来た。おお、ママと一緒に来たことがある場所か。ということは、アシュレイは GC バレーの中に入ったことがあるんだな、やっぱり。なんか、GC バレーのシンボルの書いてある壁かなんかを見かけた記憶もあるもんな。さあ、これも大事な記憶。細長い。これ上に広いわけじゃないよな。上に広かったら相当、細長い研究所になっちゃうからな。そんな畳、2、3畳分ぐらいしかないような空間じゃ、研究はできんわな。どうしたの？お、ちゃんと後ろのマッシュが動いてる。またぼんやり。はい、いつものやつです。でもこのぼんやりはなんかマシューのとは違うよな。マシューはなんか思い出したっていう時別ぼんやりしてないんだよな。なんかアシュレイに施されている何かがそうさせているっていうように見えるんだよな。記憶を思い出すたびに、それのことに、なんかタスクを使いまくってて、他のことが何も手につかなくなってしまっているような、そんな様子に見受けられるが、ドア閉まってますが、どうしようか？もうそのどうしようかを解決するにはもうこれしかないでしょ。インターフォーン。アシュレイ・ミズキ・ロビンズです。あれ？誰もいないわけないよな。というかパパが本当に急いで来てくれって言ってたら、ここで出迎えるはずですからね。一応使っちゃう？あれ？使えない。こっちか。ドアは閉まっている。じゃあドアに向かって使うってこと？ここには使えない。じゃあどうすんだ？どうしよう。困ってるだけじゃねえか。パパにメッセージを送るということはできないのか？それかまずはコネクトでいろいろ見てみようか。まずは？これ全然更新されてないんですけど。コテージゲート前。なんかエリザベスいるけど。おお、エリザベス出会ってんじゃん、よく見たら。マジか。ちょっとこれは探しに行きたいな。ていうかなんでこんなエリザベスの写真ばっか撮ってんの？ダンさんもいるけど。ん？これはもしかして？エリザベスに会いに行けというフラグ？さあ、前回メッセージこれだよな。帰るの嫌だったら帰ってもいいよ。待つのが嫌だったらか。あー、ここじゃ何もできないのかな。一旦戻る？あれ？あ、いたし！誰この人？わ、絶対カバンひったくった人でしょ、あなた。金髪？ここに来てまた知らない人出てきたな。あなたはもしかして？パパがよこした、バーベキュー一緒にやっておいてって言われた女の人？もしかしてあなたはアシュレイ？そうですよ。あなたは？あ、ジーナ！やっぱりそうだ。パパが一緒にバーベキューしてくれる予定だと言って送り込んだけど、そうじゃなくてライアンが来たという人。ジーナ・バーンズ。なかなか遅い登場でしたが。あなたがジーナだったんだ。あなたに何か話していたよ。そうだよ、バーベキュー。そう、バーベキューの話ちょっと聞きたいな。
ライアンが本当にライヤーだったのかどうかをね、確認して、あれ聞いてない？ジーナっていう人がいるってことだっけ？バーベキューに来てくれる予定だったけどっていう話は出さないのか。おっしゃってたわ。あなたにここに来るようにメッセージ送った？あれ、ということはあれは本物のパパのメッセージ？でもどうしてパパは迎えに来ないの？忙しくて手が離せないのよ。研究所の中に案内するわ。大丈夫かこれ。もうアシュレイもうなんかちょっとモノログ語ってるもん。どうして迎えに来ない？これは本当にパパが関わっているかどうかっていうのが怪しいよな。ジーナも実は偽りの記憶を植え付けられてライアンに操られているわけじゃないだろうな。お、ここで思い返すってことはちょっと怪しくない？もう最終章じゃない？次。解決編じゃない？後編じゃない？え？シャーロットさんから時計台のとかりああ、その辺からか。ベンジャミンさんの激闘をヒントにして止まっていた時計を動かした。マシュが見つけたのはカラーボックス。これも結構重要なもんなんだよな。時計の機械の中に落ちていたのはカラーボックス。マシューのババが持っていたおもちゃの箱。返すためのシャーロットさんの家で？ああ、そうだったね。チェンバーマン劇用だったよね。シャーロットさんがくれたのは、くれたものは、チェンバーでしょ？蝶のチェンバー。これだ。万劇を見せた私にシャロットさんはチェオのチェンバーをくれた。これ大事なんかな？いざという時にこれをくらえって言って投げるのはダメだよな。これを見なさいって言って、激高しているライアンにチョウのチェンバーをつけた万劇を渡して、うおー、心が癒されていくみたいな。そんな切羽詰まった状況に使うアイテムじゃねえな。ロッカーの中から、あ、これケリーの。あれなぁ、ちょっと怖かったわ。後になって切ないものだというのが分かったからよかったけど、怖いままだったらもう、ちょっとね、このゲームの評価を一変させるところだったわ。ケリーの人形だった。ケリーが幻となって一瞬現れて消えた。アシュレイに見えてたもんなぁ。ケリーとの悲しい別れをすべて思い出した。ジュリエット・レイクにやってきて、ママのことを突然思い出した私。なんかこの一文がすごく、決め台詞みたいになってるよな。この、必ず出てくる枕言葉のような。突然蘇ってきた記憶のかけらを紡いで、13年前のママのことを思い出してみよう。もう見た目は子供、頭脳は大人と同じぐらいの汎用性を誇っている。時計台の鐘の音を聞いて私はママのことをまた思い出した。思い出した記憶の中でママはどこに行った？この謎の男と出会っていた場所は、つい最近、時計台？ここじゃないよな？時計台の前じゃなかった？そうそう。なんか、幼き日のアシュレイが遠くから見ていたってやつじゃない？ママが時計台で誰かと会っていたことを思い出した。その誰かとは誰か。そこは噛み合ってないんだっけ？ああ、そうか。ここで思い出したんだな。時計台の前で会っていたのがエリザベスのパパだったこと。何かを受け取っていたことを思い出した。これはペンダントの細長いやつだね。ハンバーガー。ブランケット？ペンダントですね。そう。エリザベスのパパからペンダントを受け取っていた。どういう現場なのか、メッセージがないといろいろと変な邪推をしてしまうよな。ママはそれを首にかけた。エリザベスのパパはどうしてペンダントをママに渡した？どんな意味がある？その辺がちょっとまだもやっとしてるな。ここでセーブしとくか？セーブをしておこう。もうちょっとだけ行こうかな。
このすごい切羽詰まったというか、流れでこの先進むぞっていう直前でセーブが入るっていうのは、いかにも最終局面っぽいよな。マシュート GC バレに向かいました。ジーナさんでしたね。第7章、冷たい嘘。あー、これはもうすべてが把握できた。このタイトルだけですべて分かったぞ。冷たいというキーワードで思い出すことありますよね。冷たくなっても、美味しく食べられるハンバーガーが欲しいということの他に、ライアンのことを冷たい研究者だというふうにマシューが表現していましたよね。そしてライアンってまさしく、ライ、嘘と関わりがある。つまり冷たい嘘というのは、ライアンのことを指している。ということはこの先でライアンが出てくるということがもうこれだけで分かってしまうわけだね。いやー気になるね。友達も一緒に行っていい？友達？そう、彼です。マシュークルーソー。マシューのことはパパも知っている。おお、やっぱみんな知ってるんだな。クルーソーリゾートの社長だった。クルーソーリゾート？そうですよ。すぐ近く。よく考えたらめちゃくちゃ近かったよね。同じ敷地内にあるんじゃないかレベルの。ああ、あのリゾート開発会社のことね。前からいるスタッフから聞いたことがあるわ。さすがに、状況を完全に把握してるわけじゃないのか。無理なリゾート開発を推し進めて、湖を汚染させる環境破壊を起こして倒産した会社だったわね。パパはそんなことしてない。ジーナも人づてに聞いただけしか知らないんだな。湖を汚染させたのはパパの会社じゃないのに、パパの会社のせいにされただけなんだ。パパの会社のせいにされただけ？それどういうことかしら？おお、それここで言っちゃう？ジーナはそれ、そんなのあるわけないやろって思っちゃうんじゃないの？まともに聞いてくれると思わない。悪かったのはジェシーバレーなんだ。俺は悪くねえ。汚染の原因がジェシーバレーだったですって？そうだよ。ちょっとジーナさん、そこでその笑い方、ほほほ。もう絶対悪役じゃん。まあ、君の家ではそういうことに、うわぁ。それの返し方ちょっと悪すぎじゃない？自分たちのところが悪いわけないから、そういう風に言うなんて、やっぱり、加害者は言うことが違うわねぐらいのテンション。ちょっと考えてくれてもいいんじゃないの？どういう意味だよ。ほら、マシュー怒ってるよ。よくあることだわ。誰だって家族のことは悪く言いたくないものって。それを言ったらあんたも同じことじゃないのか。だって。私、GC バレーの研究者の助手なんですよって言っている人が、今の話を真に受けないのは、そりゃお前も GC バレー側の人間だからっていうことじゃないんですか？君のママがどんな作り話をしてか知らないけど、真実は違うわ。お前は前からいる研究員から聞いただけじゃないのか。僕のママは作り話なんかしてないよ。そうだよ。そう、GC バレーのことはママじゃなくってっていうことね。ジーナさん、意外と堅くなだな。湖の汚染、GC バレーは関係ないわ。そりゃ違うわ。マッシュの話はもういいわ。おー。まあ、ジーナに言ってもしょうがないけどな。なぜ呼んだ？私にはわからないわ。うわぁ、このふてぶてしい態度、なんか怪しいな。大丈夫か？本物のジーナか？冷たい嘘をついているのはこの人じゃないよな。実はこの人はライアンの妹で、ジーナではなく、なんだろうな。ナージブラックみたいな、そんな感じの人じゃないだろうな。あなたは実はブラックさんだったんや。しょうがない。とりあえずはまず行ってみようか。ええー、お前は、マシュを研究所の中に案内することはできないわ。やっぱりあの、JC バレー云々の話が良くなかった。まあ、それとは関係ないと思うけどな。スタッフ以外の人を案内するのは特別なこと。あなたを案内できるのはそう。まあ、これは、通った話ではあるけど、あなただけなのよ。大丈夫か、マッシュ。ここで待ってられる？おう。
こんなところで一人で待ってるなんて。そうだな、こんなところすぎるな。いや、時計台の中入ろう。時計台、また鍵借りて時計台の中入って、鍵閉めて、そこで、ちょっと一人で待ってて。アシュレイがパパに会えたらきっと僕も会える。まあ、それも、わからないけど、ダメか？この言い分もちょっと怖いな。どうしてですか？スタッフ以外の人を案内するのは特別なことで？どういうことだよ？もし待っていてここに立っていたりしたら、すぐに警備会社の人間がやってくるわ。そしてすぐに警察に追放されて追い出されることになると思うわ。警察、このワードを使ってくるところかな。なんかこちらの事情を把握してそうな雰囲気もあるけど、マッシュがどうしてもここでアシュレを待つというのなら、私はアシュレを緊急所に案内するのをやめておいた方がいいのかしら。なんか嫌な感じだな。こっちは呼ばれてきただけなんだかな。マシューも悲しいわ。マシューどこで待ってる？変なところで待ってると変な人にね、どうにかされちゃうかもしれないから、とりあえずエリザベスと接近しておいて、万が一の時にあのレックスさんの盾になるようにエリザベスを用意しておいて。日が暮れるし、そうだな。一人で探せるよ。危ないよな。せめてちょっとプリンセスと合流しよう。それがないと、お姉さん許さないよ。シャーロットさん、おお、そうだね。それはいい案だな。シャーロットさんのところに行って待っていてください。あ、行ってたな、そういえば。なるほど、ここで生きるのか。きっとマシューに、マシューのパパのこともっと話してくれるよ。そうだな。この辺の中じゃ、ちゃんとマシューのパパに会ったことがある人ってあんまいないしな。話はついたみたいね。さあ、ここから相棒はお留守番ということで、行くしかないのか。では行きましょうか。何かあった時に大変だから、ちょっとダスを渡しておくという手もありか。本格的になんか怪しいな、この。しばらく出られないとかありそうだけど、おお、なんかマシューがちゃんと言っているかを確認している。セノビアシュレイ、もう大丈夫？ちゃんと行けた？では行こう。入り口のセキュリティを解除するからちょっと待ってて。ここのセキュリティにラスは使えないんだもんな。このセキュリティだけは最近更新されてラスが効かなくなっているとかか。やっぱ地下だよな。まあ絶対上にはないだろうと思うが。ではここから行くわけだけれど、そろそろちょうどいい時間なんで一旦切りましょうか。あれ、ちょっと、おま、わかったぞ。一旦これ B で戻ればいいんでしょ。え、嘘だろお前、セーブができない。この野郎、セーブを許さないとは。じゃあ仕方ない。ちょっとこのまま行くか。さあ、おお、すごい速度入っていった。あ、意外と小切れな感じなんだな。よく考えたらオープニングもこんな感じだったか。湖が見える？湖畔を切り開いて建てられた。まだ湖面が見えているけど。あーん。なるほどね。もっと地下に行けるようになるんだ。丸い形？
湖に舞い降りた宇宙船みたいな形をしているわ。ロマンチックなのかよくわからないのか。設計したのはジャド。建物の設計までやるの？すごいな。優秀な科学者たちをここに集めて、革新的な記憶の研究を行い、その研究に画期的な成果を求めた。6年前に事故で死んだ。もうこれ研究員たちもほとんど記憶を改ざんされているんじゃないかというか、そんな気がしてならない。すべて機密事項。あなたはそんな質問には答えられない。何の質問したか全然見てなかった。まあいい、とりあえずついていこうじゃないか。ちなみにもうセーブできる？お、どうだろう、できるかな。あ、できる。よし、じゃあここでもう一旦セーブしておいて、一旦クリローか。いやー、研究所の中に入ったということはいよいよ大詰めかな。まだ一波乱あるのだろうか。最終章ではないんだよな。気になるところですね。では一旦クリります。ありがとうございました。